これは ベテルから助けが来ると聞いておる。主らがその援軍か。拙僧は五行と申す。以後お見知りおきよ。初対面かと思うたが、主らの気配。そうか、ヒュドラを買った少年であるな。醸造寺は東京にある重要な結界の一つで、ベテルに協力し東京を霊的に支えてきた。だが混沌の悪魔どもの襲撃により、ついに寺の結界が破られてしまった。ベテルの天使と防衛に当たっていたが、これまでの襲撃による被害は甚大だ。悪魔どもの勢いはいつになく強い。このままでは東京に危機が迫るであろう。主らの手をぜひ貸してもらいたい。新たな手勢が来たようだ。早速だが、その力見せてもらおうか。来るぞ。世界を超えた悪魔たちが上院学園に入り込んできた。ラフムも学園に向かった可能性が高い。頼む、僕も太宰と協力し生徒たちを避難させてみる。被害はこの寺だけで収まらなかった。ここのことは拙僧に任せ、逃げた悪魔を追うという。狙われたのはやはり上院学園か。魔界の気配を感知。悪魔により学園が侵食されたようだ。醸造寺から連絡があった。学園に向かったらしい悪魔を発見できたか。そうか、やはり上院学園が狙われたか。機を察し、本部からも天使が派遣されている。君たちも協力し、生徒の安全を守りつつ、邪悪な悪魔ラフムを撃破しろ。行こう少年、我らの力ならできるはずだ。
ナフムだ。奴に女子生徒が捕まっている。了解。何をしている。邪悪な悪魔の存在は許されぬものだ。緊急事態だ。あの女子生徒もろとも排除する。エテルの天使どもよ、この邪魔をされ。どうだ、よう受け入れる気になったか。あんたは私の。そろそろ決心するのだ、世の魂を。世を受け入れれば復讐だって果たせる。私はまだ世が命じ、世を受け入れ、内なる衝動に身を委ね。危険な悪魔だ。早急なる撃破を推奨する。そなたの噂は聞いておる。それがしは早太郎。ユズル殿を援護する任務を受けた。来てくれたか。彼はベテルの霊獣ハヤタロウ。僕の仲間となって協力してくれることになった。しかしこたびの悪魔どもの動き、ひどいものだ。まったくだ。悪魔に襲われたりさらわれた生徒もいるようだ。ミヤズも無事ならいいのだが、とにかく僕らはこの辺りで襲われている生徒を助けるつもりだ。君も他の場所で生徒を助けてほしい。太宰も悪魔召喚プログラムを使い初の実戦に出ているはずだ。僕らで学園の平和を守るとしよう。あ、お前か。びっくりした。あのさ、俺甘く見てた。戦うってこと、優等生は。熱田はすごいよ。あいつ迷いなく悪魔と戦ってたけど、俺は怖くなって。俺がちゃんとやれなかったから、生徒が悪魔に。俺みたいな落ちこぼれがあいつと肩を並べようなんて間違ってたんだ。そうかな。アツタやお前でも怖かったりするのか。俺でもやっぱり無理だ。残念だが戦いは強要できない。それに彼の恐れは正しい。悪魔召喚プログラムは人の魂に影響する。悪魔に触れるということは人から悪魔に近づくということだ。悪魔に近づいた人間の本質は移しようから隔離用の存在へと近づいていく。事実を知らずとも本能的にそれを恐れるのは当然という意味だ。故に彼の行動は放置するしかない。少年、我らで悪魔の排除を急ごう。やめて、サフリ。冷静になって。ごめんなさい。許して。お願い。お願い。あんたたち、私がやめてって言ったとき、やめてくれた？殴ったり蹴ったり、私のものを壊したり。
なのに自分だけは見逃してもらえるとでも？前に私が何とかできれば。タオが謝ることなんてない。あなたは十分に私に手を差し伸べてくれた。それを払いのけたのは私。タオまで私の闇に飲まれる必要はない。私が全てこの憎しみ、負けないで、サホリ。これ以上罪を重ねないで。罪？先に罪を犯したのはこいつら。私に罪があるとすれば、それはやり返さずに耐えたこと。それがこいつらを増長させた。ああ、憎い。こいつらが憎い。だから私は今までのツケを清算する。死んじゃえ。いい君よ。なんと哀れなサホリよ。神を決めた定めに苦しめられてきた子羊よ。もう耐える必要はない。お前を傷つけてきた者は世が消し去ってやろう。虫けら。への逃走を確認。今なら追跡は可能。お願い、私も連れて行って。沙織を助けたいの。沙織と一緒に彼女が救われる方法を探したいの。ラフムの撃破と女子生徒の救出、聖女同行によりその成功率は上昇する。では向かおう。邪魔にならないようについていくから、気をつけて進んでね。あれれあれ、久しぶりだね。こんなところで何してるの？
の友達が悪魔にさらわれちゃったんだ。私もさ、この辺りを探索しに来たとこなんだ。また一緒に行ってあげようか。これは、主もさらわれた生徒を追ってきたのか。みんなを守っていたが、隙を突かれて連れ去られてしまったんだ。ユセル君、連れ去られたって一体。鳥の頭を持つ魔物や人狼といった混沌の悪魔たちに大勢の生徒が連れて行かれたんだ。そしてその中にはミアスも。そんな。聖女よ、案ずるな。それがしと譲る殿で生徒たちを探しに向かおう。しかし襲ってきた悪魔たちの狙いは何か。あのまま東京全土を襲撃するかと思えば、学生たちをさらっただけで魔界に帰るとは。その詮索は後だ。今はみんなの救助を急ごう。君たちも生徒を見かけたら救助してほしい。では行くぞ。沙織も大事だけど、他のみんなも見捨てられないね。アトムにバール、かつての王たちの知恵はこれで型がついた。だが、すでに想定外の存在がある。これ以上の邪魔を許すわけにはいかぬ。アブディエル様！貴様は？ベテル日本支部に入った、太宰一郎と言います。太宰？ふん。それで、私に何の用だ？俺、弱くて自分に自信がなくて、せっかくベテルで悪魔と戦う力をもらったのに、怖くて逃げ出して、俺のせいで生徒がさらわれて。何が言いたい？慰めが欲しいのか？いえ、俺は強くなりたいんです。あなたのように自分に自信を持ちたい。私の強さが知りたいというのか。ならば教えてやろう。私の強さとは、神への揺るがぬ信仰。絶対の存在である神を信じ、迷わず行動することだ。信じて、迷わず行動する。気をつけて。ねえねえねえ、今度？ううん、なんでもないよ。私ちょっと用事があったのを思い出しちゃったんだよね。ね、だからここでバイバイ。ここまでありがとね。また会ったらその時はよろしくね。絶対だよ。だよ。
じゃあね。